マエロ L-29 デルフィンロシア、連邦民間機の L-29 デルフィン L-29 デルフィンは、チェコスロバキアで開発されたジェット練習機である。初引っこは1959年4月5日。ワルシャワ条約機構加盟国共通練習機として、採用され、大量に製造、運用された。NATO コードネームはマヤ。 1961年、ワルシャワ条約機構加盟国の間で強要するための練習機として、ポーランドの TS-11 スクラと旧ソ連製の約30を抑えて採用され、1963年4月から引き渡された。ソ連、東欧諸国のほか、アフリカやアジアの共産圏内市ソ連の衛星国でも、 使用され、3600機以上が生産された。現在でも、特に、アフリカ諸国では運用、保管され続けているが、一方で欧米に展示飛行用として輸出された、機体も少なくないという。座席は、縦列複座。風防は、前席が、右横開きで、後席は後方にスライドする。鉱石は、前席よりもやや高く配置されている。 操縦装置は3打とも人力方式。フラップ、エアブレーキ、足の上げ下げは油圧式。主翼は2段テーパーで内側にフラップを装備している。胴体は円形セミモノコック構造で中央部に2個の燃料タンクがある。エンジンの交換は8点止めの胴体後部を13分で分離した後に1時間半で行うことができる。タイヤは低圧で 芝生や砂地での離着陸にも耐えられる。射撃訓練用のガンカメラを常備しており、主翼下にハードポイントが2箇所あり、増装、爆弾、機銃ポッドなどが搭載できる。L-29 は純粋な練習機であり、後の時代に主流となるような本格的な、軽攻撃危険容器ではない。作戦機として利用するには、エンジン出力が低いという欠点を持ち、 また兵器搭載量も少なかったが、それでもいくつかの戦闘では実戦に供されている。1967年に勃発したナイジェリアのビアフラ戦争では、反乱を起こしたビアフラ側には、フランスやイスラエルなどが、ナイジェリア政府には、イギリスとソビエト連邦を共産権がそれぞれ組みした。ナイジェリア政府の要請で12機の L-29 が、 アイロフロートのアン -12 輸送機や、ポーランド所属の商船、さらに、チェコスロバキア本国からのフェリーで送られ、ミッグ -17 戦闘機とともに、政府軍の空軍によって運用された。運用に際しては、後席に、ナイジェリア空軍兵士が広報試験観測手として、登場し、前席の操縦席に着くのはローデシア及び、南アフリカといった。 旧イギリス植民地出身の傭兵であった。ナイジェリア空軍は20機の L-29 と MIG-17 を運用していたが、対空砲火や熱帯の気候、搭乗員の未熟さによる事故によって消耗し、12機あった L-29 は4機のみになっていた。それでも、戦争末期にはロケット弾で武装した L-29 が、 ビアフラ側の再補給を妨害するために運用されている。このほか1973年の第4次中東戦争では、エジプト所属の L-29 が主力攻撃機の補佐のために近接航空支援を実施している。この時は、練習機ゆえに機影が小さく撃墜されることが少なかったほか、投下精度も高いと評価されている。 L-29 に搭載された M701 出展。週刊ワールドエアクラフト通貫13号。デアゴスティーニジャパン2000年初言性能武装 L-29 の運用国ウクライナで展示される L-29 ドイツで展示される東ドイツ機。週刊ワールドエアクラフト通貫13号。デアゴスティーニジャパン2000年。ありがとうございます。